前回のコメント返信、まだ幼いカラメルくんと年上のお姉さん的ポジの山田が愛を育む。こんなおねしょだです。山田とカラメルがカラメル。なんでヒッポカンポスばっかむの。ヒッポカンポスばっかむの。俺のレアドロップはいらないか、なんですよ、やらないかみたいな。どうもこんにちは、ビクトです。ということで今回もネタ切れです。ということでね、増えました。はい、まあ、ということでいつの間にかコカトリスがまたね、7匹生まれます。増えすぎだろ。7匹生まれたんで、ちょうどね、配信で7つの大罪の話してたんで、こいつらはちゃんとね、強欲とか、まあ、グリードやったり、プライドやったり、色欲みたいな、そういう名前になってます。とんでもねえ名前してるわ。まあ、ということで、前回はレアドロップを全部集めたっていうのと、山田とね、カラメルくんが繁殖したんですけど、巣を作るって聞いてたんですけどね。もうこれ巣とはっていう感じなんですけど、あ、ちなみに卵はもう回収しちゃいました。まあ、ってことで今回何やっていくかっていうと、今回はですね、進捗をね、クリアしちゃおうかなみたいな。やっぱね、進捗終わらないまんま最後行くっていうのも嫌なんで、まあ、一気に進捗クリアしちゃおうかなスペシャルということで、残ってる進捗全部クリアします。と、まあ、その前に、僕ファイアードラゴンの卵を持ってるんですけど、全然孵化させてなかったんで、ちょっとファイアードラゴンの卵を孵化させちゃおうかなと思います。まあ、ということでドラゴンの卵を孵化させる方法なんですけど、まあ、こんな感じでね、ネザーラックを置いて、で、その上にドラゴン卵を置き、で、さらに、そこに火打ち石で燃やすと。で、これずっと燃えてる状態だと卵が孵化するみたいな感じっすね。卵がね、孵化してる間に、まあ、暇なんで進捗見ていくんですけど、残ってる進捗が、このトロールが現れたということで、俺トロールまだ倒してないんだよね。このね、ミュルメックスアリダーっていうね、やつと、まるで自分で金を作り出すようだってことで、ミュルメックス、今回ちなみに、虫出ます虫出ます。これなぜかなんかヒッポグリフ飼いならしてるはずなのに、なぜかこれが解放されてないんで、これも仲間にするっていうのと、まあ、あとはお、砂の惑星じゃん。うわ、なにこれ。まあ、これデスワームの卵を手に入れるっていうのと、まあ、妖精さんがあれか、まあ、ケーキを投げ与えて友達になるっていうのと、瓶を詰めるのね。あ、なるほどね。で、あとは、フリーウィリーということで、ヒッポカンポスも飼いならさなくちゃいけないっていう感じか。今回で終わる？よし、おお、なんかあれだな、思ったより黄色だな。こんな黄色かったっけ。ということで、ファイアドラゴンがね、無事生まれましたってことで、オスメス、あ、これ翼に模様ないからメスかな、オスでした。いや、僕名前何にしようかなってね、考えてたんですけど、やっぱファイアドラゴンで、僕めちゃくちゃ今あれなんですよね、焼肉食いたいから。ということで名前がですね、ジョジョ園。しかもなんかホローってやってさ、記号みたいに出てきたんだけど、これマイクラってできるんだね、こういうの。ジョジョ園くんということで、めちゃくちゃ美味しそうな名前にしておきました。よろしくな、ジョジョ園。まあ、とりあえず今回ちょっとジョジョ園乗っていきたいんで、もう肉はね、もうだいぶ集まってるんで、もうしょっぱなから美味しそうな肉に育っちゃうけど、いいかな。まあ、美味しく育ってくれよ。あ、すごい、なんかステージ1のさ、10日ぐらいからさ、なんかもう模様をつけ始めたんだけど、すごい。いや、かっこいいファイアドラゴン。なんか別にステージ上がんなくて模様とか若干変わるんだね。ステージ3ぐらいまで一気にちょっと上げるか、これは。おら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 、よしよし、うおー、これで今64日か。ステージ3ぐらいでいっか。なんかこれぐらいの大きさがちょうどいい説あるからな、一応。とりあえず進捗をね、クリアしたいんで、まずね、妖精から行こうかなと思ってるんですけど、瓶がね、こんな感じでガラスと、木材で作れますと。まあ、とりあえずちょっと妖精ちゃちゃっと見つけに行きますから、ケーキで誘惑して瓶に詰めます。もうなんかファンタジー系のさ、なんか密輸業者みたいな。なんか俺前回から墓嵐とか密やべえやつだな俺。まあ、とりあえず進捗進めつつ、まあ、道中でね、こんな感じでファイアドラゴンとかも会えるんで、まあ、ファイアドラゴン倒して鱗もね集めて、ドラゴンフォージも今回作れたらいいなとかも思ってるんだけど、どこ行った？待って、戦ってるファイアドラゴンとサイクロプス。すごー、こんな、いやー、めっちゃ蹴り飛ばしてるこいつ。すごー、こんなことあるんだな。どっちが勝つんだろう。なんかサイクロプスってさ、なんか即死攻撃みたいなの持ってるけど、さすがに無理か。どうする、これでサイクロプス勝っちゃったら。待って、なんかワンちゃん勝ちそうじゃない。あれ、なんかサイクロプス勝ちそうじゃない。なんか全然動かないけど、あれ、なんか急に動かなくなっちゃった。ダイヤモンド、エメラルド、ファイアドラゴンの地、エンダーパールで、ファイアドラゴン召喚クリスタルができると。ちょ、登録しようぜ、ジョジョ園。どんな感じのマーク？あ、これなんかアイスドラゴンとマークあんま変わんなくね？気になって戻ってきちゃったんだけど、あ、ちょっと違う。ファイアドラゴンの方が、なんか口というか、まっすぐだね。さて、妖精、ちょっと捕まえに行くか。妖精の村多分こういうところにあると思うんだけど、いるかな、妖精。あ、
いるいるいる、立地悪くね、ここ。確かこれ妖精さ、ケーキなんか置くんじゃなくて、投げると仲間になるみたいな感じだった気がするんだけど。来るかな？ちょ、投げてみるか、一旦。一旦ケーキにあ、すごい。ゴキブリ、ほい。妖精さん、ほら、美味しいケーキあげるよ。あ、来た！よーし、よし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 。妖精さんとお友達、お友達になったらか悪いけど、捕まえます。あれ？え、どうやってこれ瓶詰めすんのこれ。瓶に詰められんのって、なんか野生のやつだけらしいよ。ま、さすがに瓶詰めるとかいうのやばいからな。そんな考えのやついないよな。ほら、よし、来た。あいえ、サーファーロザというね。これどういう意味だか全然わかんないですけど。え、このフェンスの上とかに置けないかなこれ。あ、置けるわ。かわいい。まあ、ということで次はね、砂漠に行こうかなって思うんですけど、砂漠はね、ヒッポグリフとデスワームがいるということで、そいつら仲間にしますか。で、ミルメックスに関しては、ドラゴンフォージ作った後、もう火のね、武器、最強のやつ作って、全部燃やします。なんでヒッポグリフは進捗達成されてないんだろうね。仲間になるかな？ウサギの足そんなないんだから。あ、オッケーオッケー。オッケーだけど、やっぱあれだね。やっぱなんかバグで仲間にならなそうだな。一応、乗って、行ってみたりとかしても意味ないもんな。え、ごめん、なんか付き合わせちゃって。いや、こんだけでかいのだったらさすがに、いや、怖い、急に怖い急に動かないで、ちょっと怖いから。卵1個でいいから落としてくんない？あ、ちょ、怖い怖い怖い、いって、ちょ、怖い怖いって、ほら、ちょ、オッケー、落とした？あ、落とさない。え？卵くれ！オッケー、出ない。卵の方がもしかしてレアドロップ？いや、こんだけでかかったら卵落とすだろ、さすがに。ちょ、よこせ、お前。ちょ、よこせ。あ、キモい。卵落とせ！いや、出すぎ！あれ？え、怖い。急に出すぎ。急に出すぎなんだけど。え、何これ？デスワームの卵。こんな卵出るっけ？あれでも進捗、あれ？進捗達成されないぞ。これもバグってんのかな？俺卵ゲットしたよね。デスワームの卵を手に入れる。え、これさ、埋めばいいのかな？あれ、これってさ、置くと生まれてく、あー、投げるタイプ、なんか飛んでったわ。あ、来た。デスワームなんですけど、なんかデスワームの卵以外にも、もう一個このね、巨大デスワームの卵って言って、クソでかいデスワームが生まれる卵もね、存在してるんすよね。ということで、まあ、砂場があるとすぐ逃げちゃうんで、この辺でちょっと孵化させてみるか。まあ、孵化させるって言っても適当にこう、ぴょんって投げる。ちっちゃ。え、巨大デス、あ、なんかもう巨大デスワームの卵、最初からもう違うわ、でかさが。で、なんかこれ成長すると乗れるっぽいんだけど、ちょっと待ちますか、じゃあ。待て、ちょ、バカ野郎、ちょ、待て、お前、ちょ、おいで、ちょっと、おいで、バカ、ちょ、待て、こいつ、いや、ちょ、待って、こいつ、マジでアホかもしれん、ちょっと、押し出そう、こいつ。ほら、ここは君のいる場所じゃないんだよ、こっちだよ、ほら、あ、よかった。あ、戻って、ああ、よかった、よくない、こいつ。こいつとこんなキスしたくねえよ、俺。おい。あ、待って、あ、乗れるようになった。来た。乗っちまえばこっちのもんよ。釣り竿を持ってるとこんな感じで乗れるんすよね。鶏食っていいぞ、お前。ほら、餌だ。食っていいぞ。お、来た。よし、来た。この視点から見るデスアーム、キモ。あ、いた。スポンジを右クリックすると、こいつが食べるんですけど、右クリック。なんか俺さ、昔の動画を自分で見返したんだけどさ、なんか昔の動画見た時さ、スポンジ持ったらヒッポカンポス、なんかむしろこっち側に来るみたいな感じだったのにさ、え、来なくない？しかも食べれないし、なんで？え？エメラルド、ほら、輝く、エメラルド、僕は行く、なんとかかんとか。合唱コンクールの曲ってさ、意外といい曲多いよな。光の子、絵が空高く聞こえる。ああ、まあでも効かないんですけどね。キモい。なんかレアドロップ出ちゃいました。またいらないレアドロップが出ちゃいました。しかもこれレアドロップでもなんでもないだろ、これ。下引っこ抜いたら出てくるだろ、これっていうか。で、多分これでもさすがに足りると思うぐらいには数あると思うんだけどな。どうかな。作れるだけこうパッと作っちゃうんですけど、はい、28個。作りすぎですと。もう無駄にドラゴン倒しちゃった。じゃあ、ファイアードラゴンフォージも作っちゃうか。コカトリス燃えちゃう。何よ、ヤンキー集団。おい、メビウスできてんだけど、なんか。あ、メビウスは潰される方か。おい、トーマンできてるわ、トーマンが。あ、びっくりした、デスワームか。なんか殺されてんだけど。おい、こん中にデスワームやられてひよってるやついる。
いねえよな。おい、クリーパー潰すぞ。あ、絶対ここだわ。あ、てかあいつ爆発したからいねえんだ。え、しかも待って、赤色？赤色ってことはさ、え、あの白の方はまだ生きてんのかな？もうどこ行ったかわかんねえ、あいつら。おぉ、めちゃくちゃ元気やん。よし、ということでドラゴンフォージ完成したぜ。じゃあ作っちゃいますか。じゃあジョジョ園に美味しく焼いてもらおうぜ。これはいけ、ジョジョ園。おい、ジョジョ園、ほらほら、危ない。これ熱いってこれ。てかさ、俺金ブロックまた集めてきたからさ、ちょっと金ブロックでさ、全身装備作れるんじゃね、これ。ちょっと多分ピーちゃんが装備してるやつがあるから、ちょピーちゃんのやつも移動させるか、これ。ちょっとあ、こうね、これで、胴体ができると。おい、徐々に全身つけられるぞこれ。いや、これはもうつけちゃおうぜ、全身。いいね、このブロンズに、金をつけるとかっけー。結構金似合うなこれ。いや、ちょっとせっかくだから、ちょっと100レベルまで育てちゃおうかな、これは。1、2、3、4、5、6、7、8、9、10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 
コインドラゴンとさ、トランペット交換できるんだけど。いや、さすがに俺トランペット1個とさ、ドラゴンの命なんてさ、俺交換できないよ、そんな。お前命をさ、なんかお金に変えるみたいなさ、無理。そういうことはちょっと僕できないかな。やっぱ人間の心はまだ持ってるんでね、僕は。はい。持ってる。トランペットが手に入りました。これ何ですか、これ。いや、うるさ。もうめちゃくちゃドラゴンの鳴き声するんだけど。さてじゃあ、そろそろ装備作りますか。下流鉱インゴットか。これもまたちょっと見た目違うのかな。ヒルクライムじゃなくなるかな、これは。はい、ということで。あ、なんか、あれみたい。あれ、なんだっけ、あの、カズヤ。なんかスマブラで参戦したの見たよ俺。エンチャントするかせっかくだから。え、てかちょっと待って、本棚燃えてる。あ、本棚燃えてます。あれ、どうしよっか。とりあえず斧作っちゃおうかな。また結局無難に斧が強いみたいなとこあるからな。炎で飲み込み突き飛ばす。ダメージ軽減は強いよ。まあダメージ軽減と耐久があると強い。火炎耐性、さらに火炎耐性。まあまあまあ一応ね。まあ一応あればあるほどいいみたいなとこありますからね。あ、結構いいんじゃないかこれ。耐久だったり、あ、火炎耐性ばっかつく。さあ、いやこれダメージついてほしいな、これは。幸運は一番いい。は？せめて耐久であった、あ、耐久だったらもうよしとしよう。なんかすごいいっぱいついた。まあ、ということでね、炎の武器も揃ったし、もうファイアドラゴンも、もうめちゃくちゃ強くなりました。今からね、アリノス焼き払いに行きます。初手燃やしておくか。やっぱね、こう、アリノスやっぱ入り口分かりづらいから燃やして、ちょっと分かりやすくしておきたい。いいね、いいね、いいね。これで、だいぶなんか、あ、待って、外国家変わるやん。あ、普通に落ちてる。ラッキー。あ、これで、アリだ、やっと。あ、これは進捗達成できるんだ、ちゃんと。ミルメックスの樹脂みたいのが、まあ、あるっぽいんですけど、うーわ、移動しづらい、ここ。あ、でか、キモいやついる、なんか。まず燃やす。まず初手燃やす。え、強っ！ちょっと当たり判定がよくわからんことになってるな、これ。一旦燃やしておくか。なんか違うの来た。おい、なんかファイタータイプ来たよ、なんか。おい、最近さ、ちょっとキメラアント編とかさ、あの、怖い、キモい、キモすぎ、キモすぎ、キモすぎ。あー、キモいって。あー、キモいって。あー、キモいって、お前。おら、おれ、ちょ、待って、あ、ちょ、ぐぅー。ミルメックス樹脂なんてどこで落とすんだ。え、樹脂なんて落とすよ、こいつ。あ、なんか落とした。あ、来た。進捗達成。普通に落としてくれたわ、樹脂の塊。え、もうこれでもう、もう終わり？帰っていい？あ、もう、あー、満足したわ。卵とかなかったっけ、そういえば。もう、キモいからいっか。あ、あるー。うわ、子孫産んでる、ちゃんと。ちゃんと産んでる、こいつ。え、ちなむとこれなんか作れんのかな、これ。え、うわ、なんかすーごい。あれ、こんないっぱい作れたっけ。え、虫でないものとデスワームにプラス4ダメージ。あ、こんなのあるんだ。まあ、でもこれ伝説武器じゃないから作りません。え、ちょっと作ってみようかな。キモいけど作ってみようかな、ちょっと。一応ね、これ。あー、なるほどね。あ、なるほど。いや、キモいだろ、これ。なんかさすがにさ、なんか伝説武器やら、レアドロップやらとかさ、なんか増えてるじゃん。なんかあるんじゃねえと思って調べたら、卵からなんか作れるみたいなんですよね。あー、作りたくねえけど作ります。わー、ちょ、卵か。卵ってさ、そんないっぱいポンポン出てくるもんなんかな。クイーンがいっぱい産んでくればなんとかなるか。何持ってんの、気持ち悪いな、お前は。多分これ上にくっついてるから、今のうちに卵、あー、なん、えー、あー、
カット。そんな飛ばされるあいつ。いや、こいつキモいわ、もうマジで。もう普通に卵を取るわ。ほら、オッケー。こいつ、あ、めっちゃ卵落ちてる。ラッキーラッキーラッキー。なにこれ、え、え、なにこれ。あ、卵1個からめっちゃなんか出てくる。なにこれ。え、これってさ、王とさ、ワーカーとかで違うのか。あ、うん、ワーカーだけなんかな、これ。硬化したミュルメックスの樹脂は、あ、なるほどね。卵5個と硬化したミュルメックス樹脂で、こう、ミュルメックスワームってやつができるっぽい。あ、これ伝説武器だ、やっぱ。で、樹脂をこんな感じでやると、硬化した樹脂ができて、で、これ3つでね、3つ置いて真ん中棒を、で、これ、王が、2つあって、あ、あと兵隊とかもあるんだね。まあ、多分卵全部一緒でしょ。来た！ミュルメックスワーム。5頭のミュルメックススワーマーが、プレイヤーを30秒間守ってくれる。使い切り？1回だけなんかな、これ。一回やってみて。いくよ！はい！うわ、キモッ！